はい、ギャンです。今回のテーマは夏場にこれさえやっておけばまあなんとかなるトレーニングのやり方というテーマです。夏場ってね、なかなか練習のやり方難しいんじゃないかなというところで、まあこれまで私夏場の練習っていうところに関する動画を、まあここ1ヶ月ぐらいで何本か出してきて、そしてまあそれに関する書籍なんかもご案内をしてきたんですけれど、まあ今日もね、その夏場のトレーニングというところで、今ね、この動画を出すのがおそらく7月の下旬頃という形になるので、まあ8月になってくるとね、余計にこう夏場の暑さっていうのが厳しくなってくるという中で、まあ夏にね、どういう練習のやり方をしていくかっていうところと、まあやっぱり夏場にね、なかなかこうバリエーションつけていっぱいトレーニングをやっていくのが難しいと。まあ基本的にやっぱり夏場になるとゆっくりペースでね、涼しい時間にジョグをしたりとかっていうような、まあ結構そのゆっくり走ったりとか、まあ日陰を選んで走るみたいな、そういう練習が中心になってしまうという方が多いと思います。だけどそのやり方の中でまあね、うまいことこう夏場の練習を乗り切るというか、まあこれさえやっておけば何とか秋以降に成果が見込めるんじゃないかなっていう、そういう練習のやり方っていうのを、まあ私自身の経験っていうのを踏まえて今日はお話をさせていただきます。今回私が提唱するやり方っていうのは、ズバリ毎日中強度から低強度っていう、まあそういう練習です。まあ毎日中強度から低強度っていうと、まあすごくね、単調な練習っていうふうに思われるかもしれないんですが、そもそもその 低強度、中強度って、まあこれは何かってことなんですけど、まあ過去の動画でも話している通り、低強度っていうのは強度の低い練習、まあつまりまあジョグとかね、まあそういう練習に、まあ限りなく近いと、そういったトレーニングを表しています。で、中強度っていうのは、低強度よりかはもう少しこう質の高いというか、まあ何ですかね、追い込み切ることはないんだけれども、やろうと思えば毎日できる。まあそれぐらいの中の一番、まあ何ですかね、限界のペースというか、強度の高いペースというふうに思ってください。だから、例えばマラソンサブ3で走るという、そういう人であれば、まあ1キロ4分15秒というペースが、いわゆるレースペースになると思うんですけれども、そういう方にとっての中強度っていうのはおそらく、まあ1キロ4分30秒から1キロ4分45秒とか、まあこの方のペースが中強度ぐらいのペースになり得るんじゃないかなと思うんですね。で、これぐらいのペース、例えば10キロとか12キロとか15キロとか、これぐらいの距離を毎日毎日連続して走っていく。で、まあ間3日か4日ぐらいそういう練習やったら1回休みを入れてみたいな、こういうサイクルで回していく。もうただそれだけ。毎日ひたすら中強度をやっていく。っていうようなやり方です。どうでしょうか？このやり方を聞いて皆さん。え？そんなこと言うたで、そんなインターバルとか、そんなもんレペティションとか、この間レペティションのやり方がおすすめですよみたいなこと言うてはったのに、そんな中強度毎日やるなんて、もう言ってることは昨日と今日で違うよ、あらまへんかみたいなこと言われると思うんですけど、確かに、この動画をお話しする中で皆さんにお伝えしておかないといけないのは、大前提として、様々なトレーニングの刺激を体にかけるっていうことがベストです。これがベストです。だから、毎日中強度っていうよりか、当然、ジョグの日もあれば、中強度の日もあれば、距離走の日もあれば、インターバルの日もあって、レペティションの日もあると。まあ、こういうように、いろんな刺激を体にかけていく方が、もう手っ取り早くというか、もう効率よく強くなっていくことは、これは間違いないんですけれども、現実問題として、まあ、夏場ってね、非常に暑いですし、なかなかね、この夏場で、こう、充実したトレーニングをしっかりそんなたくさんあっちゃこっちゃこう刺激を入れまくるなんてことはできませんよという方もいらっしゃると思うので、もうちょっと手軽にできるやり方としてはやっぱりね、毎日中強度の練習やっていくっていうのはおすすめです。まあこれね、私裏付けというか過去にね成功体験というのがありまして、まあ私のねこれ中学時代の話になるんですけれども、私はですね中学校3年生の時ですね、まあ言ったら学校に陸上部がなかったんですよ、中学校にね。だから自分で一人で練習するようなそういう形をとってたんですが、中学校3年生から私についてくださったコーチがいました。で、そのコーチがですね、まあ自由奔放な方ですしね、まあいろいろ事情があってね、もう人生の夏休みやとか言って前の仕事をまあ失業したか何かでね、失業期間中に私にコーチについてくださったので、失業手当で生活してるみたいな、そういう方だったんですよ。だからまあ最初コーチついてもらってから2ヶ月3ヶ月ぐらいはね、毎日付きっきりみたいな感じで練習してもらってたんですけど、まあ3ヶ月経ったぐらいからですね、まあ私も何ですかね、近畿大会に当時中学校で出場して、その近畿大会が神戸でやってたんですね。で、まあ私たち京都の人間なんで、神戸って言ったらちょっとした旅行みたいなもんなわけですよ。だからね、コーチとしてはね、そういうの神戸のお土産が欲しかったわけですね。ただコーチはですね、まあ私の近畿大会をね、日はほっぽり出してですね、まあ最後の夏休みを満喫するんだ言うて、近畿大会の日にそのコーチはね、ニューヨークに旅行に行ってたんですよ。だから私の近畿大会ね、そのコーチ見に来てなかったんですけど、まあそれは全然私は良かったんですけど、まあそれでこうニューヨークからね、コーチは帰ってきて、そして私は近畿の神戸から帰ってきてと、コーチの家に行って、まあ撮ってきた写真のスライドショーをまあ2時間ぐらい延々
然と見せられるみたいな、そういう時間が経た上で、はい、これお土産って渡されたのが、ニューヨークのね、ホテルでパクってきたっていう、なんかトイレットペーパーをなんか二巻きぐらい渡されるっていう、まあそういうことがありまして、で、まあ、それでね、向こうとしてはお土産あげたでしょと、まあそういう風になったわけですね。でも私たちはね、なんと高知にですね、近畿の、神戸のお土産を買ってなかったんですね。そうなるとその高知からしたらですね、いや何をお土産買ってきてへんねん、ボケと、まあそういうような感じになったわけでして、まあそっからですね、コーチが全然私の練習を見てくれなくなっちゃったんですよ。まあメニューだけは送ってくれるけど、全然一切直接は見ないみたいな、まあそういう日々が続いてしまいまして、まあ喧嘩したとかそういうわけじゃないんですけど、まあそのコーチがですね、ちょっとまあお土産買ってこなかったので私が拗ねちゃったんですよ。で、それで、まあそういう事情があって、夏休み、中3の夏休みは、私ね、コーチに一切練習を見てもらわずに、もう毎日ファックスで送られてきた練習を一人で淡々とこなす日々を続けていました。で、その時にコーチからもらってたメニューどんなんかっていうと、毎日10キロ、12キロ、15キロで1回軽いジョグ、もうこのサイクルをぐる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 回すだけで、この10キロ、12キロ、15キロってこれどれぐらいのペースかって言ったら、これが中強度ぐらいのペースなんですよ。だからゆっくりと低強度ぐらいから走り出して、徐々に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 ペースを上げていって、でね、10キロであれば最初の2キロぐらいはウォーミングアップ兼ねて低強度で走り出して、そこからですね、リズムに乗ってきたらだん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 中強度、まあ割とね、呼吸もまあそんな楽ってほどではないけど、でもきつくもないなぐらいのペースで走っていって、そしてラストの1キロなんかはかなりですね、レースペースに近いぐらいまで上げて、ラストの400メートルは完全にもうスパートダッシュみたいな、そういうやり方を毎日やってました。うん、だからまあ言ったらですね、毎日サージみたいな練習をやってるっていうことで、サージってまあ別の動画で解説してるんですけど、まあ言ったらね、低強度から中強度ぐらいで走って最後の1キロだけ一気にバーンって上げる、こういうやり方をサージというふうに言うんですが、毎日中強度プラスサージみたいなことをやってました。で、これを、中学3年生の夏休み期間中なんで8月ですね、中3の8月の丸1ヶ月間この練習だけを毎日、夕方のね6時とかぐらいからスタートして、涼しい時間帯で走って、で、その後、塾に行くっていう、まあ、そういうような生活サイクルを毎日してたんですね。で、それでどうなったのかっていうことなんですが、9月のね、10日過ぎたぐらいから、うわーって調子が上がっていって、で、徐々にね、調子が上がって、最後、冬の記録会では、その、夏場そういう練習やってた時は、3000メートルのベストが9分36秒とかだったんですけど、冬場のね、記録会で9分4秒までね、この一夏の練習で、秋までね、30秒ぐらい3キロでタイムが伸びました。これってなかなかすごいことだと思うんですね。で、こういう体験もあってですね、私結構意外と、まあそんなにバリエーションつけなくても、こう夏の暑い時期とか特にそうなんですけど、中強度以上の練習を、まあまあ毎日毎日、まあ中強度以上とか中強度レベルの練習を毎日やっていくだけでも、それなりの効果はあるんじゃないかというふうなね、仮説を持ってるわけでして。でもこれはね、ある程度ね、やってもね、おかしいことにはならないんじゃないかなというふうに思います。だからね、ぜひこの夏のトレーニングどういうふうにやっていくか悩んでいる方は、まあ、もちろん、もう一回言いますけど、大前提としては様々な刺激を体にかけるのがベストなんですが、なかなか現実問題としてそれが難しいという方は、中強度レベルの練習をとにかく毎日毎日やってみる。そして、最後の方はガッと上げてみるみたいなやり方をやってみると、意外とあなたの秋以降のレースが輝いてくるんじゃないかなというふうに思いますので、よかったらぜひ試してみてください。ということで、今回はこの夏場でこれさえやっとけばなんとかなるよというやり方をね、ちょっと紹介ということで、まあ私の体験談に基づいているものですので、なかなかシークレットな内容という形ですので、極秘やでというところですね。ということで、今回のお話は終了です。最後に長距離走マラソンについてもっと勉強したいという方にお知らせです。現在特にですね、この夏場のトレーニングをしっかりと充実させていくための電子書籍、夏場のトレーニング論というものを、販売しています。で、こちらは電子書籍となっておりますが、この内容としてはですね、この夏場においてどういったトレーニングの工夫をしていくのか、そしてトレーニングだけじゃなくて夏場ならではの水分補給だったりとか栄養補給だったりとか、夏場でね、体のダメージを受けてしまいますので、そこからより効率よくリカバリーをして体を作っていくための理論というところについて徹底解説をした、そんな書籍となっています。こちらの書籍ですね、もうかなりこの7月にリニューアルリリースしたんですけど、そこからすでに、たったの1ヶ月程度で約250名の方に読んでいただけていると、そんな大人気書籍となっておりますので、まだご確認いただけてない方はこちら動画概要欄の URL より今すぐご確認ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。本編の関しては今回全然関係ないんですけれども。
この間ね、私お昼に一人でラーメン屋行ったんですね。で、天下一品っていう京都でね、発祥のラーメン屋さんがあって、まあ天下一品って最近ね、結構全国チェーンになってると思うんで、知ってる方も多いと思うんですが、まあ私ね、滋賀の方の天一に行ったんですね。で、結構お昼時過ぎてて、もう16時とかもう4時ぐらいになってたので、まあ言ったらそんなお客さんもいないわけですよ。一番ね、間のアイドルタイムみたいな時に行ったんで。で、その時に店内ガラッと入ったらですね、まあ全然もう誰も座ってないわけですよ。で、結構それなりに広い店内でして、まあまあまあ、席数もそれなりにあると。で、私はですね、まあ一応まあ、広々とね、4人席ぐらい使ったってもいいかなと思ったんですけれど、まあ別にそんなね、別に4人席使う理由もないし、手ぶらで行ってるし、みたいなんで、まあカウンター席に一人でちょこんと座ったんですね。でもまあ別に他に誰もいないからいいやと。で、それでこう注文、ラーメン、こってりラーメン一杯、そしてライスショー、注文どうぞという形でね、注文しました。そして注文しながら出てくるかなと思って待ってたところで、まあ一回ね、後ろのドアがカランカランと言って、まあ言ったらお客さんが入ってきたわけですね。で、まあそれでまあええかと思って、まあそれでこう普通にスマホなんかをいじったりとかして、まあちょっと本読んだりして待ってたら、そのね、こともあろうに後から入ってきたそのおっさんがですね、私の一個隣席開けて、二個隣に座ってきたんですよ。こんな誰もいない、もう誰も座ってないこの店内でね、なんで二個隣に座るの？もうこういうのってね、私結構ね、もう瞬間湯沸かし器レベルでイラッとしちゃうんですよね。わかりますかね、皆さん。例えば、イオンモールみたいなスーパーとかでね、ありますでしょ？めちゃくちゃ広い、もうめちゃくちゃウォルマートみたいな、もうバーンってただ広い駐車場に置いて、バーンって今、駐車場の車止めてますと。で、さあ帰ろうと思って、こう駐車場テク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 歩いてって、自分の車のところに到着しました。隣のところでね、車に荷下ろしとかしとんすよ。これめちゃくちゃヤバくんね。もうイライラってしますよね、あの瞬間にね。なんで隣やねんって。こんな広いんやが隣じゃなくて映画だと思うんですけど、まあこれってね、やっぱりこれも一つの人の縁なのかなと思って、まあその隣のね、おじさんとはね、まあ別にそんなことを起こすこともなく、まあそんな当然なんですけれども、まあ私は静かにその後ラーメンを食べたんですね。だけどね、そのおっさんね、こともあろうに席に着くやいなや、スマホをバチャって広げ出してね、競馬実況を第4両で見とんすよ。切れそう。って、なったお話でした。